シュルセマダニはダニ目マダニ科、マダニ属に分類されるダニの一種。東ヨーロッパからロシア、そして日本と中国に広く分布する。日本では特に北海道から東北地方、中部地方の山岳地帯に多く見られる。本州中部地方では標高の高い地域に分布する。体長はオスで2.5ミ、mm、リメートル、メスで3.2ミ、mm、リメートル。 ライム病を媒介するため、登山や森林探索の際は、本種に刺されないように注意する必要がある。日本における本種の人体規制症例は、特に長野県や北海道で多く報告されており、6から7月に被害が集中して発生している。この他にも、ダニ媒介性農園を媒介するため、ヨーロッパやロシアでは、恐れられている。 哺乳類だけでなく、蝶類にも寄生する。山内、T. ほかと山県における、リケッチア商売会まだ2省調査。メディカルエントモロジーズーロジー、60、23から31、AB 沖の哲也、後川淳、的場久美子、初鹿寮、本邦におけるまだ2類人体寄生例の外観、文献的考察手術へまだに差し症例。 川崎医学会誌第35巻第1号2009年67から80ページ2011年9月22日閲覧山内武雄日本山鳥類とマダニ類との宿主規制関係の文献的検索星崎グリーン財団研究報告5271から308ありがとうございます